そう、だからそう、なんか不思議ですよね。すごいか、私、僕にとってカメラって大切な存在なんですっていうことではないというか、絶対に必要なものだから。こんにちは、菊池久志です。ある女の子のスケーターを、まあ、本当にね、こんぐらいあるものの、ほんの一瞬だけ俺たちは覗いただけみたいな。ただスケーター撮るわけじゃなくて、ガールズスケーターである彼女たちだからこそ、すごいスケーターとしての一面と、女子っていう一面は、これ絶対この両極は撮りたいと思うんですよ。スケートのトリックを俺撮ろうとは思ってないんですね。スケートのトリックとかを撮るってなると、専門のフィルマーさんとかがバーって近寄ってって、もうすごい臨場感がある映像を撮る。ただスケートのトリックだったり、スケートの技を今回俺は撮りたいと思ってなかったので、あえて引いてますね、その客観的に。で、逆になんか女の子らしさとか、その女の子の一面みたいなところは逆に寄ってっているっていうのは、なんか自然にそうなるだろうなっていうか、女の子、この彼女たちを知りたいと思うとやっぱ寄ってくし、スケーターである女の子ってなると、やっぱこう客観的にこう観察していたいタイプ、すごい寄ってって。迫力ある映像を撮りたいわけじゃないからっていうのは発揮してしまう。そう、なんか普段はね、ほとんどの仕事はマニュアルであったりとか、まあ、フォーカスマンにフォーカスさせてもらうことが多いんですけど、まあ、こういう彼女たちと一日密着するって言った時に、っていうところと、まあ、被写体がガールズスケーター、スケーターなので、まあ、やっぱアクティブな動きっていうのがすごい多い中で。あ、ちょっとオートフォーカスやってみようって思って、で、オートフォーカスでちょっと彼女たちをこうスケートシーンを追っかけてみたんですけど、結構すごいいい感じに追跡してくれるというか、オートフォーカスもね、すごい逆に面白くなっちゃって、なんか結構半分以上珍しく、初めてぐらいオートフォーカス使ってみたいな。それでも本当にね、スケーターとか、なんだろう、動いてるもの追っかけたり撮るのはすごいいいんじゃないですかね。すごい良かったです。だから、なんか楽しかった。ピッてあって、である程度一回ちゃんと押すと、ある程度本当追っかけてくれるから、そういうの面白かったよ。エントリーユーザーさんとかにとってはやっぱフォーカスってね、難しいし、補助してくれるカメラっていうのは、やっぱこう最初使うにはすごいいいんじゃないのかなっていう。レンズは最初タンダマの50で、なんか最初のなんかこう印象は、なんかすごい綺麗だねってもう単純に思いましたね。でもなんかこう、まあ今回のテーマはこんな感じだから、なんかちょっと単焦点もそうだし、あ、タンダムも俺は1個しか選んでないのもあるんだけど、やっぱこうズームレンズでさ、やっぱ優秀な方が早いしっていうのは、こうやっぱ俺はカメラマンではないから、こう撮りたいものすぐ撮りたいみたいなのもあったりもするし、そうするとやっぱね、なんかこうせっかちな人はズームレンズだよね。映像ディレクターとして、もしもこれをお使いになるのであれば、なんかこう1本ズームレンズと1本こう単玉のなんか1本選ぶと、なんかきっと面白いんじゃないかなって。そっからやっぱこういうの持ってね、撮ってきたいとか遊びたいとかいっぱい出てきた時に、あ、私なんかやっぱズームレンズの方が私やっぱ好きだわ、すぐパッて売れるしみたいな。でもいや、やっぱりたまにこだわってレンズ変えていくのも面白いよねっていうものもあれば、そうで、そこからどん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 沼にはまってって、ニコンさんのレンズをいっぱい買っていくんだよね。キャンプと一緒、レンズはキャンプと一緒だと思います。
沼にはまると止まらないよね。ね、今回テーマがやっぱノーライトで行こうみたいなのもあったから、ちょうどねこれ最後のバイバイするシーンで、これ18時ぐらいだったけど、結構日落ちてるけ落ちてたんだけども、うん、いい感じに、うん、今回ね何本かレンズをお借りして一回全部ねたくさん借りてみたいなとは思った。なんかしたらこれ面白いね、このレンズみたいなのもきっと合うだろうなと思うし、うん、なんとなくなんですけど、やはりカメラマンではカメラマンではないので、自分は映像ディレクターとしてだったり監督としてカメラに何かを気づかされるってことはやっぱないかなと思います。でもそのカメラがあって被写体がいて、その作品を作っているその瞬間だったり撮影をしている瞬間だったりとか、カメラで撮られた映像を編集しているその要はその過程の中で気づかされることはきっとたくさんありますよね。その中のカメラが一部で、ああこのカメラで何か気づかされたなとかっていうことはないのかなって。ただ確実に俺たちには必要なものというか、確実に なくてはならない大切な存在って言葉じゃないと思いますね。大切とか言うわけじゃなくて、もう絶対必要なものだから、うん、そう、かわいい